今日ギリギリかもしれないんですけれども、もしそのまま仰向けで寝れるようでしたら一度仰向けになりましょう。ちょっと前の方たち少しずつ座ってください。うん、自分の行けるところでいいので斜め横に行きましょう。そうです。はい、真ん中戻ったら今度は反対です。ぐーっと、もし横にぐーっと伸ばしていくようになっておへその動き込みましょう。ぐないで、はい、はい、じゃあそうそうそう、力抜いてくださいね。それでやられるまんまに力抜いて、力抜いて、力抜いてください。こうやって振られてください。もうこれからどん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 変わっていくと思います。今日はとりあえず多分皆さんちょっと自分の歩きの癖とか姿勢の癖とかいろんなことを聞いて、まずそこが多分次回までに変わってくると思うんですね。でそういう一つなんか変わると人間って、あ、これも変われたんだったらこれもできるかしらって、もっともっと多分皆さん欲が出てくると思うので、今はもう歩くことに多分皆さん必死だったと思うんですけど、そこが上手にできるようになると、今度はじゃあどうやったら綺麗に見えるかなとか可愛くできるかなっていうところが、いろいろ欲がきっと出てきて皆さんすごく変わると思います。興味もあったし、やっぱりこうなんていうの、人に 見られるっていう意識を持たないと、あの自分 この若さが余計老けていくので、と私は思って。見栄えよりも外見を考えるとか、それからどうしても洋服等のセンス、年取ってくるとあの加齢臭だのセンスがないとか、そういうこともありまして、できればこういうところへ来れば、あの皆さんここへ来る人はある程度の認識を持った方がいるんじゃないかと、そういうことでね、あの今回出席させていただきました。すごく勉強になります。目の下のたるみが気になるわっていう方は白いコンシーラー使います。またほうれい線であったりだとか額のシワですね、気になるなっていう方、これもまた白いコンシーラーを使います。あと目のくすみですね、この辺りにもポン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 って叩き込む感じにしてあげると、きれいに伸びていくかと思います。はい、すいません。
お弁当になる方に関しましては、アーチ型にしていただくとより。先生に言われた通りにやってるつもりですけども、もうちょっとこうアレンジした方がいいかなと思いますね。あ、そうだね。スタートここに皆さんちょっと整列してください。皆さんちょっと見てて、はい、お願いしましょう。歩くだけでもすごいね。本番はもうちょっと上手にしようね。ね、頑張る。ちょっと上がらないようにしないといけないね。まっすぐまっすぐです。A の方も最初はまっすぐ。で、自分の番になったらバツの位置に移動します。はい、どうぞ行きましょう。はい、はい、バツのところにまず止まってください。バツのところにまず止まる。そこで名前を呼ばれます。どうでした今日は。楽しかったです。楽しかった。かなり堂々としてました。あのフラではいつも舞台に立ってますので、まあ、舞台慣れはしてる。本番に向けてどうですか、自信の方は。もういや全然ダメですね。課題は何ですか。笑顔。はい。やっぱりね、私普段でもちょっとね、あの人と違った洋服とかってちょっと、いろいろおしゃれに関してはもう絶対におしゃれは死ぬまでしたいと思ってるんで、でいろんな洋服を持ってるんで、実際人と同じようなものをあんまり着るのは好きじゃないんで、だからちょっともうせめてのもう最後のあれなんで華やかにしたいと思います。はい、どうも。もう最高ですよ。緊張してますけどとても楽しいです。真ん中に一回止まります。真ん中止まります。真ん中止まらないです。真ん中正面ちゃんとして取ります。このポーズ、この状態だと一人上からリュックダメなのか、やらないポーズ。両方見せたい。両方見せたい。両方やりたい。やりたい。正面行く。あ、なんかそこそうか。1、2で行くよ。
はい、いくよ。じゃあこの辺で。さあ、こうやって、それで、で、こうして、私は帰るからね。で、なんで帰ってきたの？まだね、ちょっとね、合わない、なんとなく、こう。タイミングがね、タイミングがね、それちょっと練習ですね、はいはい、私の人生今が一番幸せな時です。可愛い嫁孫たちがよく気づきとてもよくしてくれます。ここですよ、ここですよ。行きましょう、それでは開会にあたり主催者を代表しまして小木孫三郎実行委員長よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。川崎、特に、武蔵中原はですね、武蔵小杉の再開発がございまして非常におしゃれな町になっておりますので、このおしゃれな町の中で颯爽と、歩いていただけるそんな練習の場としてですね生かしていただければと思います。で、今日ご覧になりました皆さん方が、あ、私も今度出てみようかしらと思うようになられましたら、この催し物は大成功でございますので、まあ、ぜひそういう目で一つ声援を送っていただければと思います。最後になりましたけれども、講師の先生方また関係各位にはですね大変ご尽力をいただきましたことを、改めまして厚く御礼と感謝を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。多摩区にお住まいの田丸直美さんです。喜寿の記念に応募しました。毎日2時間3歳の孫と散歩をしています。70過ぎてからの孫なので若々しい可愛いおばあちゃんでいたいと思っています。多摩区にお住まいの長沼勝子さんです。大好きな仲間と旅に出たり山登りに挑戦しては頂上からの眺めに感激し森を歩いて思いがけない発見をした時子供のように心がときめく自然大好き人間です。
浜区にお住まいの田中八重子さんです。いつも思っているだけで何事も行動に移すことができない私ですが、今回は思い切って参加しました。でも恥ずかしいので周りの人たちには出場することは内緒です。鈴木恵子さんです。30年前のハワイです。隣の主人は20年前に他界、3歳だった娘も去年結婚し福山市在住。今日は会場に来ています。今年古希を迎え、さらにときめきの心で輝いていきます。この着物きっと幸せ来るよねと、梅一輪が綺麗だと嬉しそうに笑ってた母。あれから50年、母さん私が見えますか、似合ってるね、母さん。お住まいの藤原節子さんです。洋服、帽子は私の作品です。洋服は孫に作ったものをリフォームしました。今年川崎ハロウィンに8人分のカツラを作り、コーディネートしてデビューし楽しみました。
区にお住まいの木南晴子さんです。世界最高峰のエベレスト旅行で黒木那紀の遊覧飛行に乗り、雄大な山々に近づき最高でした。ウォーキングで体を動かし、シャンソンを歌い、楽しい毎日です。石井翔一さんです。後期高齢者になりましたので、大胆な行動して大きな思い出作りをと夫婦で参加しました。中原区にお住まいの一色絹代さんです。1年前に中原区に引っ越してきました。ファッションショーに出るなんて考えてもみませんでした。娘に背中を押されて出場することにしました。これぞときめきです。But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty.川崎区にお住まいの新井照江さんです。明るい笑顔をモットーに、人とのつながりを大事に、フラダンスの仲間となった池田さんと晴やかな舞台に立てたことが夢心地です。今日は楽しんでます。アロハDown in Coconut Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Coconut, you can play it fast and then we'll take it slow. 川崎区にお住まいの池田和子さんです。川崎市主催のフラダンス講座に参加。その時、新井さんと出会い、共に同好会に入り、月2回の練習のほか、
年6回ほどの舞台出演で踊ります。思い通りには踊れませんが、気分は全開です。小木孫三郎委員長です。島根県益田市で育ち、15歳の時に中原区に移り住みました。少年時代から困っている人を見過ごせない性格は今も変わらず、地域安全や防犯活動をはじめ、伝統や日本人としての心を大切にし、深みのある地域になっていてほしいと願い、地域愛から多くの活動に取り組んでいます。中原区にお住まいの藤島富子副委員長です。中原生まれの中原育ちです。6歳より日本舞踊を始め、その後花やげ流師範となり、日本扇の会を設立いたしました。老人ホームへの慰問をはじめ、市の文化施設団に参加し、アメリカ、中国、ベトナムなどお弟子さんと共に訪問し、文化の架け橋となっています。
お住まいの早野玲子さんです。なぜか着物が好きで自分で着られるように教室に、60の手習いでお茶を年に何回かは着ています。そんな時がときめいている私かも。フラダンスは10年以上、舞台はドキドキです。川崎区にお住まいの高野道代さんです。友人が賞の申し込みをしたという、しかも老人賞、誰が老人？ショックでした。72歳にして人生最後の花道を華やかにときめきながら楽しく挑戦します。お住まいの原由美子さんです。10年前から友人たちと着物を着て楽しんでいます。まさか着物で舞台に上がるとは私にとって想定外です。この度は母の形見の日八条に創作帯を結んでみました。幸区にお住まいの岩間ひろえさんです。以前ウェディングドレスなどを制作する仕事に携わっていました。自分の本番でも着用することができて、その時のときめきを思い出しながら本日のショーに参加させていただきました。多摩区にお住まいの金子清子さんです。目にした川崎だよりプラチナ賞の募集、合唱会の舞台以来、年の節目に美しく磨きをかけて装えば心ときめきます。お住まいの石井明子さんです。
日常は着物が好きで着る機会が趣味で着ていました。今回のファッションショーは25年前の思い出の洋服で楽しみます。多くのお友達とフォークダンスを楽しみ、今ときめいています。中原区にお住まいの宮下美代子さんです。晴れやかな舞台に出ることになってとっても嬉しい一生の思い出です。月2回憩いの家でフラダンスを踊ったりサーブスに通ったり体を動かすことが大好きです。お住まいの長谷川千万子さんです。60歳よりフォークダンスを習い始めました。今でもやっています。上手ではありません。お友達に聞いて勉強のためにと思い参加しました。大勢の方に参加していただきたいです。Ever since you came in my life, I wake up with music.
中の木下敦子さんです。山口県から5年前にこちらに越してきました。田舎から町に来てとっても楽しく暮らしています。70歳を超えてからいろいろ挑戦してみようと思っています。大島幸恵さんです。2年前右半月板損傷で歩くのが困難になりました。現在は皆様の支えをいただき自力で歩けるようになりました。膝が痛くても元気に歩けるところを皆様に見ていただきたく、80歳を目前の新たな自分への挑戦です。川崎区にお住まいの金子きみこさんです。友達にも勧められていましたが、12月に80歳になったので、3時のお祝いの記念にちょっとときめいてみようかなと思って参加してみました。勝子さんです。私の人生今が一番幸せな時です。可愛い嫁孫たちがよく気づき、とてもよくしてくれます。このファッションショーに出ることができ、お祭り好きな私にみんな喜んでくれました。71歳にして新たな挑戦です。お住まいの武田よしこさんです。美しくて優しい素敵な先生や心優しい仲間に囲まれて、モットーの愛と感謝の気持ちを忘れずにお心がけ、年を忘れてフラを楽しんでいます。
宮前区にお住まいの田口聖子さん、鈴木健二中原区長のエスコートで登場です。2月で74歳、何か気分転換になればと思い応募しました。レッスンとか衣装選びなどに参加するたびにお話しする同士が増え、楽しい時を過ごせ今日を迎えることができました。中原区は川崎市のほぼ中央に位置し、近年は武蔵小杉駅周辺での大規模な再開発事業が展開されており、街並みが大きく変わっています。大規模な商業施設の開業が相次ぐほか、地域が中心となったお祭りが開催されるなど、多くの方が訪れています。一方で小杉からほど近い等々力緑地には、昨年の春リニューアルした陸上競技場をはじめ多くのスポーツ施設があります。先日記者発表されましたが、等々力陸上競技場は2020年の東京オリンピック・パラリンピックではイギリスオリンピック代表チームのキャンプ地に決定したところです。また区内を拠点としているトップチームが多数あり、川崎スポーツパートナーとして連携し、サッカー、アメフト、バレー、バスケなどのスポーツ教室が行われています。このように中原区は街並みが変わっていく中でも、さまざまな世代が交流することで街に活気があふれ、これからも住み続けたいと実感できる街づくりが進んでいきます。それではここからは川崎スポーツパートナーのスペシャルステージをお届けいたします。盛り上げることを目指して活動しています。今回はプラチナファッションショーということもあり、
タキシード姿になったフロンターレマスコットのフロンタとカブレラが来てくれました。ファッションショーに出演が決まったと分かってからはどうやって動くか自分たちでウォーキングを研究しスポットライトを浴びて歩く姿を想像して練習していました。とっても可愛いフロンタとカブレラですが試合が開催される日の等々力競技場では皆さんをお待ちしているのでぜひ遊びに来てくださいね。フロンタ、また今シーズンのユニフォームは原点回帰を合言葉に20周年をコンセプトにデザインを検討した結果1997年創設時に着用していたユニフォームにたどり着きました。デザインは20年前をベースに作られましたが素材はプーマの最新テクノロジーを駆使したものに進化を遂げ戦う選手たちをサポートします。いくつもの歴史を歩み現在のフロンターレを築いてくれた選手、スタッフ、サポーター全てのフロンターレ関係者に感謝と敬意を表したユニフォームとなりました。このユニフォームで創設20周年というフロンターレの歴史に残る節目のシーズンをフロンターレらしく積極的に皆さんと共に戦っていきたいと思います。フロンタとカブレラでした。ありがとうございました。このリターンでかかったですね。守備側の人数合わせ的な部分でいけば十分止めることができる状態になってるんですよね、それを個人技で持ってってしまうんですよね。6名とチームマスコットのフロンティがプラチナファッションショーに参戦です。ご紹介いたします。向かって左からキックが得意5番ノーショ選手、続いて意外と機敏10番神山選手、続いてギターが得意14番太田選手、続いてミスター・スポーツマン31番大貫選手、続いてとにかく大きい78番チャン選手、続いてチームの新人王ジャン選手、続いてチームの新人王
87番水野選手、そしてダンスが得意なチームのマスコットフロンティ。さあ本日はアメリカンフットボールのデモンストレーションを見せてくれるということですので、選手の皆さんスタンバイをよろしくお願いいたします。Fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cop. The type women wanna be with them rappers, hope he gets shot. まずはアメリカンフットボールの縁の下の力持ち、1対1のぶつかり合いにご注目。10番神山選手、78番チャン選手、どうぞ。わあ、音がすごい迫力がありますね。続いて客席後方に移動しました。31番大貫選手から87番水野選手へのロングパスです、どうぞ。こんなこともあります、もう一度どうぞ。ナイスキャッチ、さすがですね。大きな拍手ありがとうございます。そして最後はやはりアメリカンフットボールの醍醐味、タックルです。5番ノーション選手、14番太田選手、どうぞ。わあ、すごい、これがアメリカンフットボールなんですね。ありがとうございました。今日もものすごく迫力があってかっこよかったんですけれども、本物の試合はもっともっともっとかっこいいんですよね。すごい、これはぜひ試合を見たくなったよという方はぜひ試合会場まで行ってみてください。ここ川崎市から日本一を狙う富士通フロンティアーズの皆さんでした。ありがとうございました。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました市長の福田紀彦です。今日は本当に多くの皆さんにこうやって集まっていただきましてありがとうございました。この間ですね、市とともに主催団体として、小木実行委員長をはじめですね、中原区の文化団体あるいは各種団体の皆さんに実行委員に加わっていただいて、ここまで、準備していただきました。改めまして感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。それから、宮前区にメインオフィスを置いていただいています株式会社シーボンの皆さんにですね、2回にもわたってこの間メイクの講習というのですか、やっていただきました。こういった多くの皆さんの関係者のおかげでですね、こんなに素晴らしい会をできております。このプラチナファッションショー川崎市全体としてはこれ3回目になりますけども、その前は麻生区の方で15年間続けていただいてたということで、あそこにいらっしゃいますね。それが全市的な取り組みになって今回で3回目になります。で1回目はですね、シニアファッションショーという名前で始まりました。で私あの1回目参加してですね、私も今回3回目なんですけども、1回目見てこれはシニアファッションショーって名前がちょっと良くないんじゃないかと、皆さんの出演者の顔を見てたらですね、ものすごい輝いてるんです。ですから2回目からプラチナファッションショーという名前変えようよということで、今回3回目もプラチナファッションショーというふうになっています。私も途中で石田議長とですね、練習に参加しましたけども、本当に練習風景がもう素晴らしい、もう輝きまくって、今日も昨日もなんか自主練をされている方がすごくたくさんいるということで、気合のほどが伝わってまいります。ぜひあのご自身が知っているお友達だけじゃなくてですね、もう全ての皆さんが輝いていらっしゃいますので、大きな声援を送っていただきますように心からお願い申し上げまして、皆さんへの感謝の言葉とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。こんにちは。ただいまご紹介いただきました川崎市議会議長の石田康弘でございます。本日はプラチナファッションショーが今日はこうして大勢の皆様方がご参加になりまして、盛大に開催されておりますこと心からお祝いを申し上げる次第でございます。川崎区、幸区に続いて今日は中原区3回目ということでありまして、年々盛り上がりを見せているところでございます。ここでですね、発表するだけではなくてこの前段に、10回の練習をされるということで、ウォーキングとかですね、またメイキングとか、また着付けとかですね、いろいろなことに興味を持たれて参加を希望されている方が増えてきているということでございます。私も地元の宮前区で今日出演をさせていただくということをですね、 PR をさせていただいたんですが、見に行きたいという人よりもぜひここで参加したいという人の方がやはり多かったような気がするわけであります。皆様方の生きがい、そしてこれからの活力に大いに役立つものと期待をさせていただいているところでございます。先ほど市長からお話もありましたように、私も2部の後半の方で出演をさせていただくことになってございまして、緊張半分、恥ずかしさ半分、なんとか一生懸命やらせていただきたいと思いますので、どうぞ注目をいただくようお願いをさせていただいて、一言挨拶に返させていただきます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。の高木雅子さんです。孫娘、今年成人式。その娘にネイルをしてもらい、着付け教室や夫と共にカラオケを楽しむようになり、まさに今がワクワク、ときめきを感じている日々です。お友達が申し込みをしてくれたので、思いがけないショーに出ることになりました。着付け教室の支援により着物姿での出場です。人生の大きな思い出となります。
ヤマイクにお住まいの田中恵子さんです。この振り袖は娘が成人の時に着たものです。せっかく与えてもらったこの機会、娘の着た振り袖で舞台に立ちたいと思いました。娘と振り袖に喜んでもらえる舞台にしたいです。素晴らしい舞台に立たせていただき感謝。まだまだ捨てたものではない白髪の75歳。これからも大いに人生を楽しもう。ときめきに向かって。記念に応募しました。孫が6歳の時に一緒にバレエを習い、舞台にも立ち、夢の世界のようで、いろいろなことに挑戦する、好奇心いっぱいの乙女の気持ちです。この賞、友人が私応募したのよ、あなたも応募したらと背中を押されました。市の職員さんや講師の方々の熱意に深く感謝いたします。
お住まいの島津由美子さんです。いつまでも姿勢よく美しく歩きたいと思い参加いたしました。久しぶりのハイヒール、上手に歩くことができるか心配です。思い出の服です。48年ぶりに袖を通しました。昔のように70代もときめきを忘れず過ごせたらと思います。宮前区にお住まいの鈴川米子さんです。昨年腰の手術をしました。このショーに出られるとはと思って不安でしたが、毎日少しずつ歩いて今日ここに立てたこと嬉しく思います。
にお住まいの原信子さんです。念願のファッションショーの舞台に立つことができ最高にときめいています。自作のアクセサリーをつけて幸せでいっぱいです。新しい自分を発見できました。ビバシニア。高槻にお住まいの千葉元子さんです。体を動かすことが好きな私、60歳に背が届く頃よさこいに巡り合い現在も楽しんでいます。年中 T シャツパンツ姿で飛び回っている私です。今日は勇気を出して女性らしさを出してみました。小賀克美さんです。商社勤務の夫、子供3人、家族5人でインドに5年間住みました。なので日本のカルチャーに興味を持ち、津軽三味線に夢中。先生方、スタッフの皆様に感謝。50年前の嫁入りの時、母が一針一針に縫ってくれた紬とエロコモの2枚で洋服にしました。息子の卒業の折、孫のお見合い参りの時に娘に着てもらいました。母はびっくりしていることでしょう。中原区にお住まいの金城彩子さんです。中原区に住んで早40年になります。でも何一つ知りませんでした。メイドの土産にと申し込みました。素敵なファッションショーになることを願いつつ、
once in your life you find her someone who takes your heart away. 川崎区にお住まいの高橋美智子さんです。今年84歳を迎えた私、このような素晴らしい賞に出場できたことは最高の幸せと喜びで心ときめいています。これからの人生、ときめきの心を忘れず過ごしてまいります。の大森美希子さんです。小さい時からお洋服のおしゃれが大好きでした。今66歳、人生の折り返し、何でも好奇心を持ってチャレンジ、いつまでもおしゃれを楽しみたいです。佐々木純子さんです。シニアになった今、もう一度メイクと正しい歩き方を学び、若い頃のようなときめきを取り戻したいと思い、ファッションショーに参加しました。川崎区にお住まいの佐々木明夫さんです。社交ダンスを始めて15年です。週3回のレッスンとたくさんのダンスパーティーに参加させていただいて、今では私の生活の一部となっています。これからも頑張ります。
幸区にお住まいの林清江さんです。この華やかな舞台に出られ、昨年11月金婚式を迎え、良い記念になり思い出になりました。今回のテーマ、ときめきのように、私もときめいて元気で年を重ねていきたいです。川崎区にお住まいの菅野和恵さんです。ファッションショーは友達から聞いて応募しました。まさか出られるとは思っていませんでした。舞台に出るのはドキドキするけど、一日楽しんでやっていきたいと思います。5歳にして新しい自分を発見。最初で最後の大舞台にドキドキしております。幸区にお住まいの斉藤よし子さんです。はち切れる笑顔の10代、自然の中で流行りのみゆき族。今日はタイムスリップして、時代は元禄袖に肩流し姿、歌って巻いて楽しむ古希、記念のステージに感謝。10年前に
デコパージュを教えていました。その後何かに挑戦したいと思っていました。今回のショーに参加させていただき、初めての経験といろいろな方との出会いにときめいています。渡辺龍さんです。ファッションショーに出ること、楽しい思い出話になればと出場しました。緊張感と嬉しさでドキドキします。私もまだ捨てたもんじゃないわ。ありがとうございました。西原由紀子さんです。子供の頃から絵が好きでした。今は原発シリーズと題して油絵を描いています。この写真の作品は全て福島第一原発の原子炉を描いたものです。幸区にお住まいの前原信子さん、石田康弘川崎市議会議長のエスコートで登場です。私は若い時より憧れておりましたので、姿勢頼りの新聞を見てすぐさま申し込みました。自分自身の耳のハンディがあることさえ忘れて、79歳にして挑戦です。
中原区にお住まいの藤井琴恵さん、青木秀光中原区社会福祉協議会会長のエスコートで登場です。モデルさんがとてもかっこよく、いつか自分もと思っていました。モデルさんのようにあなたをときめきの世界にお誘いしたいと思います。福田紀彦川崎市長のエスコートで登場です。結婚式で着たドレスをもう一度着られて嬉しいです。長年続けてきたボランティア活動や趣味に加え、新しいことにも挑戦し、ときめき羽ばたき続けたいです。Every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your最後はグランドフィナーレとして、本日出演いただきました皆様にもう一度ご登場いただきましょう。どうぞ。 It's been a long time since I came around. Been a long time but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey whenKiss me, I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me thisトーコ先生、本田美沙先生です。 It's been 2 years since I let you go. I couldn't listen to a joke or rock and roll. Muscle cars drove a truck right through my heart. On my birthday you sang me a heart of gold with a guitar humming and local lowsYou belong in the corner of my bar.
岡田東子先生にお願いいたします。本日はプラチナファッションショーにお越しいただきまして誠にありがとうございました。毎回このショーはテーマを決めてやらせていただいてます。で今回はどんなテーマにしようかなといろいろ考えたんですけれども、去年参加していただいた方、一昨年参加していただいた方たちから皆さんにもう一生忘れない思い出ができましたというようなお言葉をいっぱいいただきました。それとあと皆さんがやっぱりレッスンしていらっしゃる時の姿を思い出したら、あ、これはときめきに決めようっていうふうに決めました。でいかがでしたでしょうか。今日は多分皆さんの体中からきっとキラキラとしたときめきがすごく体中から多分溢れ出てたんじゃないかなと思います。でそのもう輝きは多分市長が名付けていただいたプラチナの輝きだったのではないかなと思います。で今回、担当していただいた市の方たちをはじめモデルの方たちも皆さん初めてのメンバーでした。きっとすごく戸惑うこともいっぱいあったと思いますし、大変なことも正直あったと思います。でもそれ以上にとても素敵な思い出とか達成感とかがきっと生まれたはずだと思います。で今日このショーを見ていただいて自分も来年この舞台の上に立ちたいなって思っていただけたりとか、あとは自分も何かときめくものを見つけたいなっていうふうに思っていただけたら幸いです。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてプラチナファッションショーを終了とさせていただきます。皆様本日は最後まで本当にありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしております。さようなら。お世話になりました。ありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございます。今日は美味しいお酒が食べます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。私も先生ありがとうございました。みんなすごい素敵だったもん。ありがとうございました。もう全然全然もう大丈夫大丈夫。なめたかったですよ。なめた。先生また医療館の日もまた楽しみに待ってますんで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でもあの話は良かったね。ありがとうございました。すごいみんないい笑顔だった。ありがとうございました。楽しかったです。なんかねやっぱ一番最後の最後皆さん歩いてるの見ると毎回感動するんですけど、本当に当日が本番当日が一番皆さん上手にできるのですごいなと思ってまた今日も感動してます。ありがとうございました。楽しかったです。いやもう本当にやっぱり皆さん出るまではずっとドキ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 してるとか、昨日もそうですねギリギリまで皆さんレッスンをやってましたし、今日も始まるまで自主練とかずっとやってらしたので、正直私も大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱり皆さんですね度胸が座ってるっていうか、もう本番舞台に出たらもう全然何が先ほどまでドキドキしてるっていうのが嘘じゃないかっていうぐらい生き生きと皆さんやってらして、本当に皆さんのパワーを逆に今日はもらいました。